第2回戦はいはいはい、はい、第1回戦は、坊ちゃん勝ったと逆転勝利です。はい、まさかの追い詰められたさっきのミスというすごいわ。あら、ほんま坊ちゃんどうなのかな。カラーがいけんやったら俺のレーベルもいけんはずやから。無理やん、シャシャンだもん。何やねん。点がついたら勝ち、しりとり対決。やーいよい、やってみたー。やってみたじゃあこれも3回勝負で、はい、3回先に勝った方の勝ち。はい、はい、審判はゲームマスターのアワターになってきますので、クロスプレイアワタークロスプレイアワター。坊ちゃんうるさいよ。今イエローカードです。イエローカード出た。俺いつも持ち合わせ出るから2枚目や。クロスプレイアワター。クロスプレイアワター。1つ目のお題はの野原、野原、ラスベガス、スズメ、ミキ、メン。よし、あれ一緒やったね。今一緒やったな。どうでー、どうで。今めっちゃ一緒やったね。一緒やったな。二つ目は、はい、ロス、スズメ、メン。よし、よっしゃー、よっしゃー。これ、何ロス、スズメ、メン。こ れが最短のやつやな。最短勝利。よっしゃー、これはスズメに行けば勝てるってことやな。スズメ麺な。スズメ麺って言ってテンプレを作れば。なるほど、そういうことだ。しゅーちゃんもテンプレを作って頑張ってください。今、1回坊ちゃんの勝ちです。はい、スズメ麺。スイカ、違う、スイカ、カメ麺。もうちょっと勝ち。よっしゃわかんねえ。2個挟まない。せこいわ、優勝やん。まんまと引っかかってるやん。例えばでもそれやったらさ、スッスズメメンでもいけるか。いけるな、スーがある。スッスズメメンでもいけるか。おお、よっしゃ。4つ目のお題はレ、レ、レタス、スズメメン。せーへー。スズメメンゲームちゃうから。俺レモンって言いかけたもんな、最初から。シューちゃん一勝ということで、坊ちゃん一緒。やばいやばいやばい。ではちょっとレベルアップしましょう。緊張するな。スズメ麺禁止です。あっさ、何それ。それしかないのに。そういレベル上がりすぎやろ。スズメ麺、スズメと麺って言葉を使ってもいい。いいよ、麺って使ったらなんだから。麺はまあ麺、麺なしゲーム。麺は麺も OK じゃん。スズメ麺の流れがなし。スズメ麺あかん。スズメ麺なしか。あれ一番ポイントゲットできた。ただ、イーゼメンはオッケー。じゃ知らんねこれ。ディオ、イーゼメンは知らんか。あの一巻で話題やったね。あれおもろいよな。イーゼメンはオッケーです。だから、対イーゼメンやったらオッケー。イーゼメン。イーゼメンって、イーゼメンって、ほら、二つの言葉やな。そうやな。イーゼはオッケー。イーゼとメンは繋がってない。切り取りになってない。確かに。あ、しんだから対イイーゼメンやん。あ、イーゼメンで一つやから。これイーゼメンゲームじゃん。これイーゼなってもうてるし。あ、そのイーゼメンを探すあまりな、負けるかもしれない。ではいきましょう。はい、イイス、田舎、海、イーゼメン。もう伊豆スズメ行ってもたし。ちなみに上にいくらは何ですか。田舎、海、伊豆メ。素晴らしい。伊豆メ。そう、ちゃんとやりやがった。では行け。はい。ぬべべ便利。ぬぬのりのリス野原ラッパスママパパパンツパント積み木トンビキビビンキビビンキビビン。よっしゃー、くそー、惜しい。シャシャンないお前。カット。悩んだり立ち止まったり、君が道に迷う。